はい、こんばんは。今日はだいぶ前なんですけど、はじめ社長のファンクラブはじめので、あの応募していた商品が当たって、ご当選おめでとうございますとね、実家に届いていたものを受け取ってきたので、紹介していきたいなと思います。ご当選おめでとうございます。プレゼント発送のお知らせ。この度はプレゼーの動画で使った嘘発見器をプレゼントします。企画にご応募いただきありがとうございました。厳正のなる抽選の結果、見事ご当選されました。おめでとうございます。ここにご案内申し上げますとともに、商品を送付させていただきます。商品の複製はできかねますので、紛失にはご注意ください。商品の譲渡転売は禁止させていただきます。ご了承ください。引き続きはじめーのの応援をよろしくお願い申し上げます。はい。これね、新潟県の人が応募できるよっていうような企画だったので、このはじめくんが抽選したボールのね、県の人だけが応募できるってやつで、新潟県が出たので、応募しました。ところ当たりまして、これだ。はい、布団の上でいつもみたいにゆるい感じで紹介していきたいと思います。嘘発見器包まれとる。まあね、実際にこれが送られてきても、はじめくんが本当に使ったのみたいなとこがね、感じますけど。はい、こちら、じゃじゃーん。はい、動画でね、使われていたという感じの、はい、嘘発見器です。これさ、電池入ってはないか。あ、電池まで入ってる。これは、はじめくんが入れてくれた電池なんでしょうか。はい、電池が入ってる。けど、見て、ネジがない。ネジ締めんのめんどくさかったんかな。ね、もともとネジがないんかな。ちょっと、ネジがないですね。で、まあね、サインが入っていないことによって、転売を防いでいるんでしょうかね。はい。ポッキーさんのね、ファンクラブというか、ライブに行った時にね、最後ポッキーさんともハイタッチしたんですけど、これ、ねえ、はじめさんと、はじめくん、とハイタッチ気分を味わえるんですかね。はい。適当。じゃあハイタッチします。えい、ペタ。おお、なるほど。で、これを押さえる。これで押さえるんですね。うん、こうして、で、どこのボタンを押すんだろう。え、ボタンがない。スタートボタン、あった。スタートボタンは、ここにあるやつかな？ポチ。ん？ならないですね。ポチポチ。あれ？あ、電池。ここか。オンになってなかった。はい、オンにしました。ではね、もう一度やり直したいと思います。手を置いて、そして、スタート。スタートを押すの？スタート。わぁ。え、何も質問されてない。質問してない。ビリビリなんのかな？そういうドキドキを味わいますけどね。え？あ、ビリッと来ない。まあまあ、何も質問してないからビリッと来ないのかな。なんか、うん？何これ。truth, lie, 嘘、本当。あれ、今はね、緑色が 1,2,3 個光ってて、赤が2個光ってるので、どちらかというと truth なのかな？っていう扱いなのかなって、別に質問がなかったからね。はい、
なんですけど、なんか質問ありますかね。何しようか。苦手な食べ物は人参である。いいえ。おお、光った。トゥース。あれ、さっきと違くなった。でん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 。あ、ただのさっき電気ボタン入れただけだったのか。なるほど。トゥース。そう。その通り。苦手な食べ物は人参。なので、人参であるでいいえ。え？好きな食べ物。あれ、どっちって言ったっけ？あれ？そう、苦手な食べ物が人参です。ちょっと質問もどっちに言ったかちょっと忘れたんですけど、まあいいか。何か質問、何があるかな。質問が思い浮かばないな。何でもいいや。じゃあ何も考えないで押します。無。おお、無状態でやったらまたピコーンって。あ、あれ、あ、チュルスチュルスってこう、え、あ、こういうこと？光が増えていくの？チュルスチュルスチュルス。はい、じゃあ次は？チュルス。おお、チュルース。嘘ついてませんって。そう、何も考えてないからね。これでさ、嘘ってなっても困るけど。お、え、赤で表示されてんのは。でも電気がね、全然走ってこないんですよ。え、これ電気どうやって走るんですか？え、赤で表示されてるけど全然ビリッと来ない。なんだろう。うわ、来た。痛い。痛い。痛い。あの、この辺がビリッて来て、この手首っていうか筋がピキーンって引っ張られる感じで、今もまだここがビリビリしてます。痛い。もう何も嘘ついてないのにちょっとドキドキしすぎたんですね。おかしいな。でも赤赤になってるから、え、これきっと最初と一緒ですよね。1,2,3 個が緑で、ここが赤。だから、きっと、こう、同じ感じになるんじゃない？また押したら。で、次はさ、え？あ、手が置いてないよ、みたいな。あ、わー、マジか。これ、両手でアウトはやだな。きっとあれですね、ビリッとなるのが怖くて汗をかいちゃうから、その汗で電流がビリって。そういうことか。汗かいてない時だったら意外とあのビリってこないのかもしれないですね。で、赤色になってたけど、ビリッとしなかった時もあったので。いや、ちょっとなんか電流通すけど、あの、
手じゃないものをちょっとここに置いて、何回か試してみたい感じはありますね。ビリビリなんですけど、ちょっと本当に合ってるのかどうなのかは、ちょっと確認しづらいんですけど、このね、嘘発見器が届いたという動画でした。すごいビリビリする。2回目はね、両手でこうやってやったので、きっとで、こっちからね、電流が入って、こっちから流れていくみたいな感じ。なんか、それほど、痛いは痛いけど、こっち片手でやった時よりは痛くなかった気がします。気のせいかもしれないけど。という感じで、はじめしゃちょーのファンクラブの当選した嘘発見器使ってみた動画でした。おしまい。